じゃあ2つ目、逆に息吐けてない説。これ僕結構あるあるだなってレッスンとかもしてて思うんですけれども、結局ロングトーンができるかどうかってこの辺ですよね。横隔膜周りの動き。この番組はクロノスポンサーの提供だ。お疲れ様。はい、どうも、こんにちは。マイスクリーム講師のデスの兄様でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、今日お話ししていくテーマと申しますと、あなたが、デスボイスで、ロングトーンを出せない。うわに関して、お話ししていきたいと思います。あ、今、理由って言いました。すいません。まあ、これ皆さん悩むところですよね。デスボイス始めましたとか、ちょっとできるようになってきた気がするんだけどな、みたいな。あるいは、ちょっと、割とやってんだけどな、みたいな。人とかも、まあ、一度はぶつかる問題かなと思います。デスボイスでロングトーンできないよっていう人ね、非常に多いと思いますし、そういう声も、たくさんいただきます。まあ、数ヶ月目とかでね、こう、上達してきた生徒さんからも、よく言われたりしますが。で、これ、まあ、いくつかもちろんいろんなパターンがありますし、その人の喉の癖とか習慣とかによって、様々要因は変わりますが、まあ、一言で言ってしまう。まあ、ちょっと発声の問題なんですけれども、まあちょっとパワープレイ気味にはなっちゃうんですけれども、細分化することもできるので、ちょっとまあ細かめに今日はお話しできれば、いいかなと思います。その原因と、あとはその具体的な解決策とかもね、合わせてお話しできればと思っております。まあこんな感じで、このチャンネルでは発声関係のお話を日々させていただいております。まだチャンネル登録お済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いします。ボイトレ頑張っていきましょう。さあ、じゃあですね、今日はね、いくつかね、仮説を立ててまいりました。今日はね、4つあります。一応4つある。で、別に4つにしたくて4つにしたわけじゃないし、なんかたまたまパッパッパってこう、ね、企画を考えてる時にパッと思い浮かんだ4つだから、特に深い意味はないですよ。他にもあるかもしんないし、別にまとめてもいいと思うし、さっき言ったみたいに、別に発生の問題っちゃ発生の問題なので、大きくしたら1個なんですけれども、まあちょっとお話ししていきたいと思います。で、まず1個目なんですけれども、まあこれはそもそもです。まあさっきの話と似てますが、発声がそもそも正しくない。まあここですね。これは一番そもそものところかなと、根本のところかなと思いますが、まあ喉のフォームが悪いっていう言い換えができるかなと思いますが、喉の作り方、口の作り方、まあ舌の使い方、まあこの辺のね、作り方が、まあ好きな言葉じゃないけど、まあ悪いということですね。まあまず、まあ代表としては喉痛いとかさ、喉に違和感が出るとか、この辺はもっとじゃあ全然改善できますねってなるわけです。まあ、低いのしか出ない人、真ん中しか出ない人、高いのしか出ない人みたいな方も、まあ、そういった方もいらっしゃると思うので、出せる範囲でいいので、ちょっと僕の後に適当に発声してみてほしいんですけど、じゃあ、ローいきますよ。ブーブーブーじゃあ、真ん中いきますよ。アウレイレウレウじゃあ、高いやつ。はい。まあ、こんな感じですかね。まあ、さらっと出してもらって、明らかに、まあ、そんなに違わないって人はいいと思うんですけど、明らかに音違うなとかさ、明らか喉痛えなとかさ。まあ、それはまず、喉のフォームは基本的には良くない可能性が、まあ、かなり高いかな。あと、シンプルに例えばさ、男性だったら G の3とか、女性だったら B の3とか C の4とか、このあたりで、受講出ます？あー、これ、バランスのいい地声というか、まあ、いわゆるミックスに繋がっていく、いい地声の状態なんですけれども、まあまあ、ご普段の地声出してくださいよ。出してもらって、まあ、なんかこう、適当にね、僕の後にシャウトしてもらって、またこう、で、戻れますか？ね。またこう、全く同じ音色に戻れますか？影響なく戻れるかなっていうのを試してみてほしいんですよね。で、これもなんかちょっとこう、ブレるなとかね。まあ、とか言いながら僕もちょっとブレた気もするんですけども。なんか明らかにね、ブレるなとか、音質が変わるなとか、あるいはなんか、ずっとやってたら変わっていきそうだなとか、いうのも、まあ、ちょっと危ない因子かも。知れないですね。もうそもそもの発声正しくねえんじゃないかなっていう、ところを考えるのがまずはいいと思います。これ、一つ目です。じゃあ二つ目。逆に息吐けてない説。これ僕結構あるあるだなって、レッスンとかもしてて思うんですけれども、結局ロングトーンができるかどうかって、この辺ですよね。横隔膜周りの動きがかなり肝なんですよ。いかに同じ位置にキープしておけるかっていうのが、肝なんですね。喉のフォームうんぬんでもありつつ、まあ、結局、息を吐くという、仕事をするのは、ここではないので、ここなので、まあ、こっちにかなりこう、比重が置かれるっていうか、重きが置かれることも多いんですよ。ちゃんと息吐けてますか？吐けないと、長く出せないです。つまり、思いっきり吐かないと、思いっきりキープもできないんですよ。これ意外でしょ？
なんか節約すんのかなって思うじゃないですか。節約っていうのは結果節約なんですね。節約をしようと思ってる節約はただ弱いだけなんですよ。全然節約とは全く違う話ね。節約っていうのはどういう状態を指すかというと、100% の状態をキープするということを言うんですね。イメージで言うとですけど、100% の状態をキープするということが一番の節約なんです。真の意味での節約なんですね。100% 出せるものを 50% にするっていうのは、これはただ弱くなって、100% と差分が生まれる以上は、無意味が無駄に漏れてしまうようなイメージになります。100% で出し続けるね。っていうのがポイントなんですけど、それが勝手に結果的に節約になるんですよ。だから絶対常に 100% は出さないといけないです。ここがめちゃくちゃポイントです。じゃあどうやって 100% 出すのかっていうと、まあいろんな方法があるし、何の方法でもいいんですけれども、例えばですけど、お誕生日、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあこのろうそくの火をね、いっぱいこのケーキに立ってます。あなたの年の数分、ろうそくが立ってます。これ一回で消してください。ふーってやるじゃないですか。ね。この時って結構全力で息吐いてません？多分ですけど。結構頑張って息吐くじゃないですか。この時くらい吐けてますかって話ですね。すごい雑ですよ。まあね、わかりやすいようにこういうちょっと砕けた、ね、表現をしてますが、まあちょっと実際本当にやってみてください。まあろうそくがこの、ね。ね、17本なのか、まあ、12本なのかね、11本なのかは分かんないですけれども、まあ、立ってるとしてね、吹き消してください。はい、どうぞ。OK、じゃあ次、シャウトしてみてください。はい、この時に大きくここに乖離がある場合は、もしかしたらもっとこう改善の余地があるかもしれませんねっていう。ただ節約しに行っている結果、逆効果だったかもしれないっていう話ですね。だからもっともっと吐きに行った方が、結果的に節約になるかもしれないですよ。こういう人意外と多いので、ここもチェックしてみてください。で、次、三つ目なんですけれども、クリーントーンでもロングトーンができない。こういうパターン。これもね、結構あります。いいですか？結局デスボイスって発声なんで、結局ね、普通に声出してるようなもんなんです。まあ、これ別の動画でもね、何度か説明してますが、声は声ですから。うん、普通にクリーントーンが基礎的な部分に、根っこの部分に、根本の部分に、幹の部分にあります。なので、クリーントーンでロングトーンができないのに、デスボイスでロングトーンができるかどうかっていうと、まあ怪しいことも多いですね。もちろん例外はありますよ。ありますし、そこをカバーする出し方もあります。ありますけど、基本的にはクリーントーンでロングトーンはできた方がいいです。これはほぼ断言できます。できた方がいいです。これもちょっと試してみましょうか。まあ男性の方 G の3、あるいは A の3ぐらいがいいかな。はー。何秒持ちますか ?10 秒ぐらい持ちますか。そうですね。せめて10秒は持ちたいところです。できれば20秒持ちたいなっていうところですね。これポイントなのが、ただ10秒持たすとか15秒持たす、20秒持たすっていうところが大事なんじゃなくて、まあなんでかっていうと、こう、質が悪い声だったらそれぐらい持たすこともできたりするかもしれないのでね。そうじゃなくて、ちゃんとツヤのある、声帯がちゃんと閉じてる音色で、で、しかも一定にキープしたまま出せるかどうかっていうのがすごい大事です。まあ女性の場合だったらこの B とか、C とか、この辺で、10秒トライしてみてください。このピアノの音参考に、何秒持つかなってやってみてほしいんですけれども、その時も同様で、しっかりとツヤがあって、声帯がまあ、つまり閉じていて、一定の音色で揺れずに出せるかっていう、綺麗に出せるかっていうところをポイントにしてみて、やってみてほしいんですけれども、これがね、そもそもできないよっていう人は、息をなるだけ10秒、10秒、15秒、20秒と、持たしていくような、練習をしてみると、それが結果的にデスボイスにいい影響を及ぼす可能性も高いですね。もうすぐ10秒かな。はい。これで、ね、多分20秒ぐらいなのかな。まあわかんないけど、多分20秒ぐらいだと思うんですよ。まあ一定に艶やかに、まあ10秒、15秒、20秒ぐらいね、持ったら嬉しいなっていう感じです。女性の方はこの辺、この辺で試してみてください。さあ、じゃあ次最後のこれ項目なんですけれども、悪い発声を恐れすぎている。これでございます。これどういうことかと申しますと、これは結論恐れすぎない方がいいですよって話なんですけど、例えばですけども、自転車乗られる方ね。で、大人の方で補助輪つけてらっしゃる方って、まあ、少数派だとは思うわけですよ。ってことは、最初は補助輪ついてたけど、それ、外す練習をした経験があるってことじゃないですか。外す練習をして、外しても焦げるようになったってことですよね。自転車乗ってる場合は。多くの場合はね。で、その時にさ、転んだりするじゃないですか。転んだりするじゃないですか。で、それを、転ぶのが怖いからっつって、ずっと補助輪つけてる人ってあんまいないわけですよ。
もう練習するからには、ちょっとそのこけるっていうリスクもありながら練習して、で、何度かこけて膝すりむいたりとかね、肩脱臼したりとかね、頭蓋骨が割れたりとかね、そういうのあったかもしれないけれども、そういうのを乗り越えて補助輪をなくせるわけじゃないですか。もうこれと一緒なわけですよ。まあ、あとスポーツとかもそうですよね。まあ、バク転やりたいですよと。バク転を始めるには、こう最初、例えばね、まあわかんないけどね、側転から始めようとかさ。後ろでんぐり返しから始めようとかさ。まあいろいろあるじゃないですか。で、その過程で、もう怪我するじゃないですか。ちょっと手首ひねりましたとかさ。もう肩脱臼しましたとかさ。頭蓋骨が割れましたとかさ。こう上半身の下半身が分かれちゃいましたとかさ。まあそういうのあるじゃないですか。でも結果的にバク転ができる人っていうのはそういうのを乗り越えてできるようになったわけじゃないですか。もうこれと一緒であって、そこを恐れてたら、まあ何もできないんですよ。何もできないから、で、デスボイスもこれと一緒です。まあただデスボイスの場合は本当にこう結節になっちゃったり、ポリプになっちゃったり、もうリスクと隣り合わせではあるので、まあ練習段階でね、完璧にやれば全然そんなことは全くならないんですけど、僕も初めて10年間一回もなったことないんですけど、まあそういうリスクもありますが、まあそんな言ったらまあ何もできないわけですね。まあこれも僕よく言うんですけど、悪い発声をし続けて、それが慣れていって痛みがなくなっていい発声に変化するとか、それはないです。それだけはないんですけど、悪い発声の中のどこがいい部分だけがヒントになって、そこからこう芋づる方式でちょっと良くなって、良くできていって。これはもう全然あり得る話なんですよ。だからもう喉を開こうとしすぎてっていうか、もう健康に行こうとしすぎて、もう一生息持たないみたいな、ダメージ避けすぎてるみたいなパターンの人も結構いたりするので、痛くなることがいいって言ってるけど、これもちろんないですよ。全然推奨しないですよ。痛くなく生きるんだったらそれが一番いいですし、そういう方法もありますけど、まあその独学でやられる場合は、ちょっとこれ喉閉まってるかもなみたいなね。ほんと推奨するわけじゃないけども、そっちの方向に意外と、正解じゃないかもしれないけど、正解に近づくためのヒントみたいなのあるかもしれないので、この息が無限に漏れるなっていう発声の延長で探していくんじゃなくて、ちょっとこうレールを変えてみたりとか、ちょっとこう着添えてみたりとかっていうのも一個いい手なんじゃないかなっていう、推奨はしてないんですけど、まあ独学の方に向けたまあアドバイスというかヒントになるといいなと思って、これを項目の一つに入れましたという4つになります。はい、いかがでしたでしょうか。あなたがデスボイスでロングトーンができない理由、できない理由に関してですね、事例を4つ挙げて、解決策というか、そのあたりもちょっと軽くお話しさせていただきました。俺これの症状な気がする、これに当てはまってる気がするとか、俺こういうパターンかもしれないですみたいなね、コメント欄にですね、ぜひそういったお話とかもいただけるとすごく嬉しいです。いつもねコメント欄拝見してます。いつもありがとうございます。楽しく拝見してます。今回の動画参考になっているという方はぜひ、グッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。って感じでデスノーニ様がお送りいたしました。